Blessing Passion Links Japan 企画がお届けする Future Top List Rival として今大活躍されている佐々木浩太選手にお伺いいただきました。昨年ニュルブルクリンクにおいてスバル STI チーム参戦をして見事 SP3T クラス優勝、そしてコーターレーシング率いるスーパー耐久 ST3 クラスでの年間チャンピオン獲得、またオーストラリアで行われるワールドタイムアタックのトップ10ドライバーとして選出されています。昨年度のニル24時間参戦と今年ニュルへ向け完成された STI 車両秘話を交え質問にお答えいただきました。それではですね、はい、まず、第一の質問なんですけども、はい、5月の、17日から20日に予定されている、はい、ドイツでのニュル24時間耐久、はい、この辺のですね、質問をいろいろさせていただければと思うんですけども、はいはい、まあ、今年はですね第40回ということで、まあ、いろいろまた注目を浴びるような大きなイベントではあるんですけども、はいはい、まずその2月の17日18日富士で行われました、うん、まあ、シェイクダウン、はい、これはもうすでにですね、各、まあ、プレスメディアの方がいろいろな形でその内容をですね皆さんにお伝えしているとは思うんですけども、はいはい、まあ、実際にですね、生の声でその辺のですねことをもっと、聞いていきたいということで、なるほど、思ってます、ね、はい、まあ、あの当然その去年のベースに比べて、まあ、昼食のです、ね、うん、ピックアップが大変良くなって、はい、価値観がすごいと、まあ、向上していると、そして、まあ、さらに軽量化もですね、かなり20キロ近い軽量化をなさっているということで、もうコーナーのスピードが特にハイスピードにおけるコーナーが楽しいということなんですけども、実際にその富士でいうとハイスピードコーナーというのは 100R ということなんですけども、その辺のことですか。そうですね、まあ、どうしても、まあ、僕たちの富士っていうのはあくまでもまあシェイクダウンする場で、はい、まあ、実際はニュルブルクリンクの中で、はい、まあ、どういう動きをしていくかっていうところをこう、まあ、イメージしながら、まあ、走ってるので、まあ、富士の中で言えば、まあ、100R っていうことにはなると思いますね。まあ、実際ニュルのコースに行けばたくさんそういうコーナーがあるので、まあ、その辺をイメージした時に、まあ、まずその重量が軽くなったことで、はい、かなりこう車の横地に対する踏ん張りっていうのが出てくれたっていう部分はすごくありますね、うん、実際にその富士でいえば 100R が、まあ、ものすごくその、まあ、いわゆるタイムアタックの場合でもポイントになると言われてるぐらいなんですけども、はいはいはい、まあ、そういったその補足コーナーと見るにはどのくらい、何箇所くらいあるんですか。いや、もうコーナー自体が200近くありまして、170秒ということですよね。その中で高速コーナーっていうと、はい、もう多分100個ぐらいはあるんじゃないかなと。そんなにいきますか、要は5速で曲がるようなコーナーもありますし、はい、もうそのコースがもう S 字コーナーがもう何個も続いていくようなものがあるので、そういうところも入れていくと本当にたくさんあると思うんですよね。そんな中でのこうやっぱり車の軽量化の部分っていうのは、はい、元々からねスバルっていうのは低重心なので安定感があるんですけど、よりその辺の効果っていうのは出てるような気がしますね。そうしますとその富士でもすでに1秒短縮できたという今回の、はいはい、あの車両ですね、ものすごくポテンシャルが高まってるということですね。そうですね、あの軽量化の部分もありますし、そのエンジンの中速域の、まあ、トルクアップっていうところで、まあ、例えば今までだったら本当は2速に落としたいところを3でいけたりとか、逆に3に落としてたところを4でいけたりとか、そういう意味ではシフト回数も減らしたりできたりするのはすごくやっぱり24時間という耐久の中ではかなり有利に響いてくると思うんですね。そういう意味ではラップタイムももちろんですけど、そういう意味でのこう、まあ、ドライバーに対する負担とかも減らすことができるんじゃないかなっていう気はしますね、うん、あまり公式発表の中では、まあ、その言われてない部分で、はい、そのカムとか、まあ、ターブも、まあ、
多分ある程度リストリクターが入っている部分があると思うんですけども、はいはいはい、まあ、ECU なんかもですね、まあ、どちらかというとあまりその公表したくない部分があるとは思うんですけども、はいはい、その辺に関しては何かやはり違いが出てきてるんですかね。そうですね、僕も正直エンジンの中の詳しい部分というのはまだ聞いてないんですけど、もちろんその全てにおいてかなり、まあ、STI の方で研究している部分はあると思いますし、まあ、あまり公表されてませんけど、実際はですね、やっぱりシーケンシャルで行きたかったんですよね。ただやっぱそれを、まあ、あのテストボードの方でテストしている限りでは、やっぱりそのライフの方がちょっとリスクがあると、まあ、そういうことで、まあ、今回も見送ることにはなったんですけど、ただノーマルミッションっていうのは本当に耐久性に関してはもう素晴らしい、素晴らしいものがあるんで、やはり僕たちも2連覇するためにはそのリスク、そういうところのね、トラブルでやっぱり勝利を逃すっていうのはもったいないし、それであればノーマルミッションを使いながら、まあ、エンジンのトルクが上がれば、さっき言ったように回数を減らすことで、よりまあシーケンシャルじゃないね、シフトの、まあ、シフトアップの遅れとかも、まあ、リカバリーできるんじゃないかなっていうイメージはこの間できた感じです。確かその前年度のですね、ミルで優勝された時に、はいはい、まあ、なるべく市販車に近いペースの部分がしたくないと、はいはい、まあ、例えばその LSU なんかでもトルテンを使ってですね、ノーマルに近い形でやっているしという、本当に市販車に近い形 の、まあ、そのセッティングとかですね、改造を、まあ、ベースにしているというお話だったと思うんですけども、はいはい、例えばそのビルスタインの、まあ、足回りというのは、まあ、当然、まあ、市販車と比べて、まあ、当然その辺のバネレートからですね、その、まあ、アムソーバー の、 そのセッティングというのを変えていると思うんですけども、はい、なんかやはりその大きな違いは感じるものなんですか。そうですね、今回から一応そのビルシュタイン、まあ、前回もビルシュタインさんのダンパーを使ってるんですけど、まあ、今回、前回はですね、結構市販に近い状態の、まあ、ダンパーだったんで、で今回からですね、そのダンパーのケース自体もアルミ製に変えて、まあ、軽量化と、まあ、もうちょっとその突き止めたものを作ろうということで、まあ、ビルシュタインさんと協力して作り上げてるんですけども、まあダンパーだけじゃないので結構変わってる部分っていうのは、まあ、実際に、プレスリリースでもありましたけど、リアにはリアのいやメンバー関係っていうのは、はい、R4 というラリー用に開発した、まあ、軽量化されてるメンバーとかも使ったりしてるんで、まあ、その辺とのマッチングとかっていうのはまだまだやらないといけない部分っていうのはあるんですけど、まあ、よりその辺は純正として持ってる良さを、まあ、より引き出せるような使い方をしてるってことです、なるべく純正のを使うっていうよりは純正のあるものをより引き出して、まあ、走らせてるという考えの方が、まあ、正しいのかなと思いますね。そうすると、スバルファンの、まあ、女たちの方では、よりその身近に感じられる部分も強いとは思うんですけどもね。そうですね、まあ、今回から206ベースになっているので、まあ、その辺の、要は206という車はやっぱりニュールで培ったデータとかっていうのがフィードバックされてて、今回はそれをベースによりまた進化させてるんで、まあ、速くなってると思います。はい、ちょっとルーフ、カーボンルーフ の、はいはい、部分でセンターにちょっとこう、エアの取り口みたいなものが、ね、存在してますよね、はい、であれって結構そんなに大きな開口ではないじゃないですか、はいはいはい、あれはどういった目的なんですか。あれは基本的には室内のエアクーリングですね。おお、でも基本的にはエアダクト の、まあ、その開口口という、ね、そうですね。ただやっぱりニュールでも200ストレートだと265とか出ますので、十分あれぐらいの開口口があれば実際にまあ室内の換気はできると思うんですね。まあ、ドイツそんなに暑くないんで、実際にその GT が積むみたいにクルスーツとかは積んでないんですけども、やはり昼間はね温度上がるので、そこでのこう、まあ、室
内の換気っていう感じで、まあ、つけていただいてるような感じです。わかりました。そしてですね、うん、まあ、今回その富士では、まあ、辰巳監督の方では、まあ、250キロストレートで出ているということなんですけども、はいはい、実際にそのシェイクダウンは何秒ぐらいのタイムで、実際に富士は僕は乗って1分49秒台ぐらいのラップタイムですよね。1分49秒、うん、はい、はい、そうするとやはりポテンシャルはかなり高いですね。そうですね、まあ気象条件とかいろいろなものがあるんで、そのタイムがどうかっていうのはなかなか難しいんですけども、はい、まあ、去年を基準にすると、まあ、約1秒近く上がってますし、はい、まだ車のセットアップの部分で集める部分がたくさんあるので、はい、まあ、かなり期待はできる。約 25.9 キロに近いですね、うん、コースなんですけども、うん、まあ、見るの難しさ、どういうところにですね、他のコースではない難しさっていうのを感じますか。まあ、まずもう圧倒的に距離が長いっていうところで、まあ、しっかりそのコースを覚えないといけないというところはもう基本的に難しい部分であるんですけど、実際走ってみるとその標高差っていうのもやっぱり半端なくありますし、コースにああいうジャンプスポットってね、やっぱり日本のサーキットなかなかないんで、そういうジャンプする場所も覚えないといけないし、ジャンプする時のこの飛び方の角度っていうのも重要だし、あとはレースウィークなんかになると、そのまあニュルブルクリンク名物じゃないですけど、コースに落書きいっぱいしてあると思うんですね。その落書きがまあ毎日増えてくるんですよ。その毎日増える、毎日増えるんですよ。毎日夜に酔っ払ったファンの人たちがコースに落書きをしていくので、そういう意味では毎日、まあ、変な話、毎日コンディションが変わるというか、目標にする目印がなくなってしまう。目印もどんどん変わってきますし、ペンキがやっぱりたっぷりこう塗ってあるようなところはすごいやっぱ滑るんですよね。そういうこともある程度頭に入れて走らないといけないっていう部分は、まあ、ちょっとその日本の、ね、レースではありえないし、まあ、僕も結構いろんな海外行きましたけど、本当に初体験の部分が多かったですね、うん、しかもその天候 の, その違いというのもその時によってかなり、はい、その北側南側みたいな違いの方が大きく出るというんですね。本当さっき雨降ってなかったのに次来たらもう雨が降ったりとか、まあ、明らかに路面コンディションが変わっていくので、本当にね、距離が長いことの難しさっていうのはこんなにあるんだなっていうのと、あとその本当に日陰と日向でも全然やっぱ違うんですよね。そういう部分も覚えていかないといけないし、本当にこれは難しいなと思いましたね。そうするとそのコース状況の違いというのを全て無線でドライバーが、まあ、チーム監督にそのレポートしていくということですか。そうなんですよね。ただ無線もですね、全部飛ばないんですよね。うん、ある程度何キロ、まあ十何キロぐらいまで行っちゃうともう無線も飛ばなかったりしちゃうので、もうそういう状況というのは自分の中で何番何キロぐらいのところとかに、まあ、ちょっと濡れてるよとか、そういうのをこう、まあ、帰ってきた時に伝えていかないといけないんで、かなりそれもね、覚えとかないといけない部分なんで、そういう部分ではすごく大変なレースですね。逆にそのコースコーナーで決まると楽しいというようなコーナーとかあるんですか。まあ本当にね、コーナーってわけじゃないんですけど、ジャンプの仕方ですね、はい、そのいかにその角度よく着地して、うん、その着地した次のコーナーを速く走れた時っていうのは、あ、だいぶ俺もニュルに走り慣れてきたなみたいな風には感じましたね。それこそいわゆるその STI の持つ足の持ち味を生かせるということになりますよね。そうですね、あんなのその何て言うんでしょう、着地した後にやっぱり例えば FF だったりすると、リアの落ち着きってすごい悪いと思うんですよね、
そういう意味では、まあ、僕たちの AWT っていうのはかなり有利な部分だとは思いますね。またその天候が変化した場合、ウェット路面になってもそのオールウィールドライブの強みが、そうですね、うん、やはりその一周のタイムだけで言うと、例えばライバルのシロッコとかアウディの TTRS とかの方が速いんですよね、うん、ただやっぱりコンディションが若干悪くなったりとか、まあ、やっぱドライバーによってすごくその相手チームっていうのはタイム差が出るんですよ、はい、だから僕たちの車っていうのは、まあ、誰が乗っても速く走れる車にはなってるので、まあ、もちろんいいドライバーが全員うちも揃ってますけど、みんなのタイム差が非常に少ないっていうのは、まあ、うちのチームのすごく有利な部分じゃないかなと思いますね。そしてその、まあ外国人チームメイトという部分ではですね、はいはい、そのどうなんでしょう、そのコミュニケーションとかですね、その、やり取りの部分でそうですね、僕もそんなに英語が得意ではないので、まあそのコミュニケーションを取るときっていうのは基本的にはまあジェスチャーも踏まえてってことになるんですけど、やはりまあモータースポーツ自体がかなりその英語が多いというか、まあ共通語が多いので、車を例えばセットアップする面とか、まあそのコンディションを伝える部分とか、フィーリングを伝え合う部分っていうのは、まあ僕的にはあまり問題ないかなとは思ってます。うん、ただまあ本当にご飯食べに行って世間話してるときは、あの全然わけわかんないと思いますけど、まあその辺はお互いにですね、その意思の疎通はもう十分していってるということ。そうですね、すごくいいやつらというか、すごいまあ、フレンドリーな感じで、みんなすごい仲いいんで、楽しくレースウィークは過ごしてますね、うん。そしてですね、その実際のそのニルをその何回も走るという練習がまあ不可能なわけですから、はいはい、当然そのどういった練習の仕方があるんだろうというようなことをですね、うんうん、以前にお聞きしたことがあるんですけども、はいはい、その時はグランツーリスモをものすごくその活用しているというお話だったんですけども、はい、そうですね、まあ、そういったそのゲームを使ってその練習するということになったきっかけというのは何かあるんでしょうか。いや、まあ、やっぱりそのニュルブルクリンクをまあ自分で走りたい出たいって思ったきっかけの中にも、まあグランツーリスモでゲームをしたっていうのはすごくあると思うんですね。もちろん歴史的にすごいレースだっていうのは前から知ってたけど、あまりやっぱりこう親密感っていうのはなかったと思うんです。ただそのゲームで今回まあこれはできたことによってやってみたら本当に難しいし、どんなとこが本当にあるのかっていうふうには思ってたんですよね。で、まああるきっかけでというか、そのまあ仕事上でグランツーリスモの方っていうか、まあポリフォニーの人とこう話したりしたことがあって、やっぱ話を聞いてるとそのゲーム作るなんていうか取り組み方とかっていうのはかなりその本格的でしたし。ということはその実際に走るコースもリアリティあるんだろうなと、うん、そういう中から、まあ、ちょいちょいはゲームではやってたんですけど、僕はあんまりそのゲームとかやらない方だったんで、まあ、本当にたまにレベルだったんですね。ただ今回出るって決まった時にちょっと真面目に練習しないといけないなと思って、もう全てそのハンドルからちゃんとシートのいわゆるもうドライビングポジションでできるやつ購入して、はい、まあ、やりだすようになったので、で、まあ、その車のセットアップに関しても、まあ、同じ WRX の STI があったので、まあ、それを、まあ、実際の、まあ、大体聞いてるラップタイムですね、その想定のラップタイムの、まあ、が出るような車のセットアップに合わせて、それで練習しだしたって感じなので、その時はやはりその STI を選んでということですか。そうですね、やっぱり同じフィーリングで走りたかったので、ちなみにその競合他社を参考に練習したとかそういうことはないんですか。それをここまでの余裕はなかったので、
そしてですね、はい、グランツーリスモのシリーズのですね、プロデューサー、山本選手がですね、去年やはりその、はい、日産の GTR で、まあ、クラス優勝をしてるということなんですけれども、はい、まあ、実際にですね、その GTR では実はその総合36位という位置づけなんですね、うんうん、で、片や STI というのは総合21位と確保しているというですね、はい、全く面白い現象が出ておりまして、まあ、あの一般的に考えるその、はい、GTR というのはニューロが速いんじゃないかというイメージが先行しているんですけども、ねうん、意外は意外 STI が実は総合では21位を確保していたというそうですね、事実がありましたね、はい、まあ実際のラップタイムではもちろんちょっと負けてしまう部分はあるかもしれないですけど、やはりその24時間を戦ってどちらが速いかっていう競争なんですね。何周できた方がそうですね。そういうことを考えると実際にその総合21位っていうのは僕たち的にもかなり上的な順位でして、っていうのはいわゆるまあ GTR よりもより速いですね、その FIA GT3の車が、はい、いやもうそれこそその車だけでも20台以上参戦してるんですよ、ってことはその車よりも、まあ、前に僕たちはいることができてるっていうのは、そのスピードだけじゃない要は速さですよね、はい、要は24時間を安定して速かったっていう部分での、まあ、車のポテンシャルっていうのはかなり高い部分がまあ、あのアピールできたんじゃないかなと思います。そういう意味では GTR ももちろん一周だけですれば速い車だと思うんですけど、やはりその例えば燃費だったりとか、はい、まあ、他のね、まあ、これは車に関係ないですけどチームのピット作業だったりとか、はい、チーム力っていう部分での、まあ、総合的な部分で、まあ、僕たちは勝ったんじゃないかなと思います。スーパー耐久 ST3 クラスで見事チーム監督兼ドライバーとしてですね、デビューし、はい、そして優勝チャンピオン、はい、年間チャンピオンをですねお取りになった経緯があるんですけども、はいはい、まあ、この辺のこともぜひですねいろいろお話を聞かせていただきたいと思います、はい、そうですね、まあ去年ですねスーパー耐久の方には、まあ、僕もあのコータレーシングというですねもう本当にスタンダードな名前なんですけど、まあ自分のチームを作って、まあ、参戦させていただいたんですけども、まあ、実際車はあの NSX というですね、まあ、スポーツカーを使ってやったんですけど、まあ、まずなぜそういうのをやろうかっていう部分で、まあ、前からその、まあ、モータースポーツというもののなんていうんですか、ちょっとこう閉鎖的なものっていうんですかねっていうのをちょっと感じてた部分もあって、結構僕実際はあの普段、まあ、あのいわゆるカートですね、カートを使って、まあ、イベントとかをやって、まあ、その中で、まあ、そういうファンの人たちとか、まあ、子供たちとかと、まあ、楽しみながらモータースポーツの、まあ、楽しさとか、まあ、逆に言うと難しさとか、まあ、そういうのを一緒にこうやってきてたんですけど、まあ、もうちょっとその辺をねカートだけじゃなくて、まあ、上の方につなげていけないかっていうことと、まあ、若い子たちにもチャンスをってみんなよく言ってやってますけど、まあ、僕らはメーカーじゃないのでそのメーカーほどの支援はできないし、逆にメーカーの枠に入れなかった子たちでも、まあ、そういうチャンスを求めてる子っていうのはたくさんいると思ってたって、まあ、その辺の窓口ってじゃないですけどね、そういうのを少しでもできればいいなと、まあ、その中であの、まあ、GPO というですね、まあ、大阪の方の、ある方というか橋本さんという方が、まあ、一緒に協力してやってくれるということで、まあ、去年チームを作ってやり始めたんですね。でその中で、まあ、車はもちろんあのずっと今まで出てた車なんで実績があると、でその中で新しいドライバー2人とその橋本選手も一緒に手伝ってもらいながら出るんですけど、
実際に僕はそこでやったのはそのブログとかで、ファンの子たちとか、まあ、誰でもボランティアになっちゃうんですけどね、僕もお金がそんなチームとして有り余ってるわけじゃないので、いやちょっとでも手伝えるような場所、それからまあ身近で見れる場所を作りたいなと。でそれをブログとかでまあ声かけたところ、結構ファンだったり、まあ、全然今まで接したことのないようなまあファンの人たちとか、もしくはレースクイーンだったりマネージャーだったりっていうのがこう手伝ってくれて、まあ結果的に1年間みんなで戦うことになったんですよね、うん、そういう経緯があったんですね。そうなんですよね。もう実際にどうですか、監督とドライバーを兼任なされて自分はどちらがこう、いやまあ もちろんもう俺は絶対ドライバーの方がいいなと思って、やはりそのチーム立ち上げるときにまずもうそのエントリーの、まあでも本当に細かいことですけど、エントリーの仕方とか、いやもう変な話お弁当の手配だとか、そういうのまでこう段取りしないといけなくて、やっぱり逆に言うとそういう基本って自分の中でも忘れてた部分にはあったんで、まあそれをまたやるっていうことのこう、まあ、大変さっていうのも学べたし、どうでしょうね、まあ、監督っていうのは今まではいろんな手伝いでやらせてもらってましたけど、実際に前自分のこうチームをコントロールするのをこうドライバーとやっぱり監督業っていうのを合わせてやるっていうのは本当に大変だなというふうには感じたのと、なかなか思う通りにいかないなっていう部分もたくさんあったんで、まあ本当はねやっぱりドライバーとして車を運転している方が楽しくていいなって思いましたけどね。そうしますと、その今期の展開と、まあ、参戦の発表時期というのはいつぐらいになるそうなんですか、うん、ですね、まあ、おかげさまでというか去年チャンピオンを取ることができたんで、もちろん今年もやりたいと思ってますし、引き続きねそういうファンの人たちにもそういうスペースを与えてあげたいなと思ってるんで、まあ、今年はちょっとまだいろいろ準備中なんで何とも言えないんですけど、一応2大体制ぐらいで参戦したいなと。まあそうすることでね、よりたくさんの人に手伝いに来てもらったりとか、まあドライバーもよりたくさんのドライバーと一緒にやることで、まあねモータースポーツの、まあ、窓口を広げていければいいなというふうに思ってるんで、もう間もなくですかね、参戦は。はい、待ち遠しいですね。はい、一般の壮行会に参加している方たちへの、はい、まあ、アドバイスというのは、はい、実際にそのよくニルでもその、うん、集中とリラックスに使い分けというような、うん、まあ、お話が先ほども出てましたけど、はいはいはい、壮行会の場でもですね、あるいはイベント、うん、レースなんかのその、うん、場合でもかなり緊張度が高まるまでですね、うん、どういったそのモチベーションとか、あるいは精神状態をキープするような、はいはいはい、日常からできるような。聞かせてもらえればと思います。はい、まあ、まず僕なんかだとその辺の要はいわゆるどういうふうに集中、まあ、集中とリラックスというか集中力を上げていくかっていう部分なんですけど、まあ、いろんなやり方があるとは思うんですけど、まあ、僕なんかですね、普段からそのなるべくこう例えば、まあ、道を走ったりするときに、例えばその信号をこうなるべく先に見るようにするんですね、まあ、いわゆる遠くを見るっていうことなんですけど、そうすることによって早く情報をこう、まあ、取り入れることができる、ね、例えば遠くの方の信号を先に見といて前の信号を見るんじゃなくてサイドの交差点側の信号を見たりするんですね。あとは横断歩道の信号を見る。そうするとまあ点滅してるってことはもうすぐ信号が変わるんだと。ということはこのまま急いで行っても間に合わないんだったら手前から減速しようとか、まあ、まだ変わってないからこの距離感だったらいけるなとか、まあ、そういうことをまあ、普段からはこう意識しながら走るようにはしてますね。そうすることで例えばニュルブルクリングなんか走ってもそのハイスピードコーナーなんかこう先を先を見ていかないともう手前手前のコーナー見てると間に合わないんですよね。
そういう部分では普段からそういう遠くを見るっていうことをまあ心がけてるんですけど、まあ、集中力とリラックスっていう部分は本当に僕昔は全然できなくて、まあ、ある時をきっかけにできるようになったんですけど、やはりまあ自分の中でそのスイッチをがはっきりと、まあ、できたというかですから、オンオフのスイッチがちゃんとできるようになったんですね。そうそう、そのきっかけというのは、それがね、もう本当に正直ちゃんとお話したいところなんですけど、まあ、どのきっかけだったかって僕も本当にわからないんですけど、ある時からパチッと自分の中にこう目覚めたと。そうですね、こう切り替えられるようになってきた。それまではなんとなくこうなんとなく移動して、なんとなくこう集中して、なんとなくまあリラックスしてみたいなところが、ある時をこう境にプチッとスイッチが入ったんですけど、多分そのスイッチっていうのは自分の中に本当にリラックスできるというか、まあ気持ち的にこう、あ、今リラックスしようと思えるように、まあ、なった時なのかなと思うんですよね。それまではもうなんかこういろいろ考えすぎて、走る前からあそこをこうやって走ってこうやって攻めてっていうのを考えすぎてて、実際に乗る時にはもうなんか逆に疲れちゃっててっていうのが昔はよくあったなと思うし、まあ、今なんか総合会見ててもそういう人もいるので、まあ、なるべく乗る前にはね、こうストレッチじゃないですけどリラックスをして、乗った時によしあそこっていうのを、まあ、より深く考えるっていうのがいいのかなと思うんですけど、僕も本当にそのスイッチがいつできたかっていうのはわからないんですけど、おそらくいろいろ外国人選手とチームを組んだりですね、いろいろなところでの経験っていうのが生かされてるんじゃないでしょうか、ね、そうですね、やっぱり本当にそういう経験がやっぱりたくさん積ませていただいたんで、まあ、その中でできてきたことだと思いますし、やっぱりそれはあの周りのスタッフっていうのもすごく大事だと思うんですよね。リラックスさせてくれる環境を作ってくれてる、例えば家族だったり、まあ、チームだったりっていうのはすごく大事だと思うんで、総合会来てる人たちも、まあ、そういう友達だったり付き添いで来てくれてる、まあ、彼女さんだったり奥さんだったりの、まあ、いい支えがあってね、まあ、成り立つことだと思うんで、ね、はい、その辺はそういう環境を自分でも作るかね、味方を増やした方がいいと思いますね、はいはい、まあ、そしていろいろなですね、ドライブテクニックの、うん、まあ、あの持論をしたとは思うんですけども、はい、まあ、去年のレブスピード10月号でもインタビューを受けられて、はいはい、そういったのをドライビングに関するアドバイスなんかも、あの記事で読ませていただいたんですけども、はい、まあ、あとはその足して10の法則というようなね、お話もありましたけど、その辺をすごくその総合会をやってる方たちにはプラスになる斬新な考え方だなと思って感心してました。そうですね、うん、またその辺ぜひとも皆さんね、いろいろ参考にしていただくようなことになればと思うんですね。そうですね、あの、まあ、ちょっと結構この話足して10の法則が長くなっちゃうと思うんで、ぜひそのレブスピードと呼んでいただくなり、まあね、本当に僕がドライビングスクールとかやる機会があればぜひ来ていただいて、まあ、そういう場で話できればなと、はい、思います。これまでですね、ご自分の中でいろいろな形で接してきた監督とか、はい、影響を受けた監督っていらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、別にレース監督以外でもですね、うん、そういった方たちが印象に残ってる方などいらっしゃいました？そうですね、まあ、やっぱりここ最近で言うと、まあ、あのなでしこジャパンの監督である、まあ、同じ名前なんていうのもあるんですけど、佐々木監督なんかっていうのはその見ててもすごく、まあ、選手のねチームワークだったり、選手の本当の素のいいところを引き出して、まあ、上手にコントロールされてるっていうような感じはしますよね。ああいうところはちょっと僕は学べるほどではないですけど、ああいうふうな人のいいところを引き出せるような、まあ、監督さんというのは魅力ありますね、うんうん、そしてそのドライバーとしての、はい、何か感化を受けた感覚でしょうか？そうですね、やっぱりまあね、大きな話でいくとやっぱアイルトン・セナーなんか
かっていうのはすごく人間味もあったし、まあ、自分の若い頃にはすごく影響を、まあ、受けたドライバーですよね。今逆にそのセナ的な存在のカリスマ的なですね、うちに行ける人がどれだけいるかとなるとやはりそうですね、悲しい部分がありますよね。まあ、あの昔は本当に肉体的にもね、車的にはあんなに高性能じゃなかったんで、本当にドライバーがコントロールしてる姿っていうのがすごく見えたんですけどね、今はもうそうじゃない部分でのすごい繊細なコントロールが必要なんで、まあ、そういう意味では同じレベルのドライバーいっぱいいると思うんですけど、やっぱり僕たちの年代にとっては、まあ、セナなんかやっぱりすごいなと思いますよね。そしてその参加したい、まあ、レースがまだまだあると思うんですけど、ね、はい、そうですね、ね、まあ、それ言えば F1 に乗ってみたいなっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、あの現実的に自分があとチャレンジしたいなと思うのはやっぱりルマン24時間ですよね。本当はニュールもずっと出たかったんですけど、まあ、ニュールはなんとかおかげさまで達成させていただいたんで、まあ、最終目標はルマンかなと思ってます。そしてそのレース以外でもそのライフワーク的にですね、はい、今後チャレンジあるいはしているという何かございますか。そうですね、もう本当に僕もレースバカというかレース大好きなんで、なかなかレース以外のことでチャレンジできてることってないんですけど、まあ、やっぱり今レースでね、いろんな、まあ、国に行かさせてもらってはいるんですけど、もう少しそういうただレースだけで行くんじゃなくて、まあ、もう少しその国の歴史とか、まあ、そういうのも見たり勉強したりしながら、まあ、できるといいなと、まあ、そういう意味ではそういう旅行をね、レースじゃない日仕事じゃない旅行っていうのはしてみたいなと思いますね。そうですね、素晴らしい、いいことですね。皆さんもね、そういうところに憧れを持って、そうですね、日々ね、チャレンジしていく途上を出していくと、はい、で、そして最後にですね、今期の抱負ということで、はい、一番目標となされているその一番大きな抱負がございましたら、ぜひと。いや、もう本当にね、各クラス、まあ、目標があるので、まあ、これっていうのはないんですけど、やはりまずニュールで言えば本当に2連覇っていう部分は絶対にしていかないといけない。勝ち続けることっていうのは本当に大変なので、まあ、日本代表として今年も参戦して、まあ、2連覇をするっていうことはすごく大事ですし、まあ、スーパー GT に関しては新しい、まあ、スバルの BRZ という車でチャレンジする。でこれっていうのはやっぱりこのご時世にね、まあ、できたスポーツカーなんですよね。それをやっぱりもっと元気づけるというか広めるためにも僕たちはレースで結果を残していかないといけないと思いますし、まあ、僕が出るスーパー耐久に関してもまあね、うちのチームでまた2台でチャレンジしようとしているので、まあ、より大変にはなると思うんですけど、まあ、少しでも多くの人に、まあ、うちのチームに関わってもらって身近でねモータースポーツを感じてもらいたいなと。その中でやはりチャンピオンももう一度取りたいなと思うし、もうしたいことはいっぱいあるんで、他にも僕もドライビングスクールとかたくさんやってたりもするんで、まあ、そういうところでもたくさんの人にね、そのサーキットを走る楽しみっていうのを知っていただきたいなと思うんで、そこに関してはもうちょっと全力で頑張っていこうかなと思ってます。はい、それこそまさにその佐々木ポタ選手が、現実にその、うん、チャレンジしている部分と、まあ、ある面でスバルさんがですね提唱しているようなそのモータースポーツ界への若者たちへの波及という部分が、そうですね、合ってるような気がしますね。はい、はい、本日の佐々木選手のインタビューはこれで終わらせていただきますけども、いろいろなですね、貴重なお時間をいただいた中で、はい、皆さんにアピールできるようなですねお話を聞かせていただいたので、はい、大変ありがたく思っております、はい、
どうも本日はありがとうございました。